そんな必死の大沢文也しかない状況となりました。64キロ契約、32歳大沢文也、34歳豊、56戦目赤いグローブ、画面左側大沢、27戦目豊の戦いとなりました。さあ佐藤義弘さん、ともにパンチは得意ですが全くタイプ違いますね。全くタイプ違いますね。もう身長差も違いますね。本当に173センチ大沢、167センチ豊、これざっと6センチの差があって、リーチ、足の長さであったり、いろいろスペックが影響してきそうですね。第1ラウンドです。得意技が同じ で体重も同じで、身長差が違うとなると、はい、身長純粋高い方が有利かなとは思うんですけどね。さあ試合はどうなるか。そうですね、まあ、サウスポースタイル豊か青いグローブ、まあ、ここも一つファクターにはなってきそうですね。そうですね、まあ、ただ大沢も両方やりますから ね、まあ、大沢選手は本当にテクニックあり、まあ、いろいろやってきますよ ね、 そうですね、まあ、今回は大事な弟分、はい、まあ、天に召されてからの戦い、まあ、意を決してという戦いとなります。大沢、大沢選手の離れた時の、はい、この攻防、相手の攻撃を受けるこのぬらりくらりとかわしていく、いなしていく、はい、様もちょっと見てみたいと思います。確かにそうですね。いいですね、今の。いやボディ右に、右のボディジャブがカウンターで入ります。なんか前蹴りがカウンターで入ったかのようにボディが入りますね、はい。これサイズを鑑みて豊かの攻撃、大沢は右の肩に広い範囲テーピングを施しています。左ミドルキックはステップバック、まあ一旦距離を外したのは今度は豊かの方です。まあ、豊は K1 では2勝0敗、まあ、2020年3月のサトル・ナリアイ選手に判定勝利して以来の K1 です。まあ、主戦場クラッシュのファイター、まあ、階級これ一つ上で今回、まあ、戦いに飢えている状態でですね、まあ、そのオファーも2つ返事でという豊です。走り込むようにしてローキック、まあ、ローブローというアピールを見せました大沢。まあ、これはでも見ていて序盤から残り1分20秒ですけれども、佐藤さん本当に距離感ちょっと左半探ってて面白いですね。そうですね、お互いが得意技一緒なんで、はい、近づいてオーバーハンド、あの強いパンチです。まあ、プロボクシングでは14戦経験している金髪に染め上げている豊。豊か身長下がるんで、この左のロングフック狙いですね。まあ、サウスポーにこれスイッチしますね。また戻す大沢、豊かのオーバーハンド左は一撃で終わる感じです。 KO 率といえば17勝のうち10の KO 勝利、まあ、本当に打ち合いを辞さないスタイル、まあ、その戦いに持ち込むことができるか、またそういう戦略かどうかですよね。大沢はいつものようなステップワーク、後ろに下がって、ここは右ミドルキック、ダウンではありません。豊かでも階級差ありますけど動きいいですよ。ああそうですか、はい、全然動けてない、重く体の重さは全く感じないですね。まあ、しっかりアジャストしてきている、はい、ということでしょうね。まあ、戦績試合の数だけでいうと大沢の半分ほどなんですが、その分プロボクシングの経験があります。ローキック、お互い見合って第1ラウンド終了です。さあこの試合も2人の戦績自体数字をご紹介いたします。こちらは赤コーナー大沢文也、まあ、こんな風にご覧いただいています。1991年9月11日生まれの31歳、まあ、ここのところの5試合ですね、2勝2敗1引き分け、トータルでは30勝21敗3引き分け1ノーコンテスト3 KO 勝利です。第7代クラッシュライト級チャンピオンですから、前のクラッシュライト級チャンピオンです。さあ対する豊かです。青コーナー、こちらは直近5試合2勝3敗1 KO 勝ち、まあ、南雲大輝選手を KO した試合の印象に残っています。1989年9月8日から34歳サウスポー。まあ、豊は前回は昨年11月目黒翔太選手に判定負け、まあ、カーフキックプラスコツコツの目黒のテクニックに打ち合うことができませんでした。まあ、ですから今回テクニックで封じ込められたくはないですよね。豊は、そうですね、もう思い切っていきたいんですね。まあ、しかも K1 の大舞台、
ただその飛び膝は大沢はくせ者ですからね。そこですよね。自分らしさを消していくのが大沢の持ち味です。まあ、大沢選手のゲームプラン、まあ、こうやってサイスポーに構えたりしながらローキック、ね、中間距離でしょうか。これもブレイクダウンではありません。まあ、最初の圧力は佐藤さん、豊がかけていきました左ストレート。その後、まあ、5の線といいますか、大沢そうですね。でもこのキレとかは豊の方があるなと思いますね、はい、その後攻撃受けての返しはもちろん大沢もリターンしてるんですけど、はい、そのリターンはまだダメージがあまりない、はい、バックブロー、まあ、言ってみれば先手必勝のような様式で、いい守り打ちだったら大沢はいいやんか、いいパンチありましたね、今ボディに入れちゃいますね、はい、突き放すようにします大沢、大沢から前に出てくる、今回は勝ちます、ぶっ倒しますと、秋田に打ち勝っています大沢、残り1分45秒詰めてくる、やるしかない大沢、やるしかありません。で、左上の方は豊か、豊かにしても気合は十分、毎回十分に見せてくれるファイターです。あと1分半、もうでも大沢は体の圧力が強くなってきましたね、まあ、それをこう足元から取り込むような豊かの動き、はい、いいと思います、はい、まあ、いい意味でじりじりこう圧力かけられるとどんどん消耗していくんで、はい、豊かはこうやってこうなんか起死回生の前蹴りもいいし、あの足払いもいいし、はい、あ今もそうですね、でその上でパンチが当たったんです、相手のペースに付き合わず、こうしてエランからパンチへ、さらに左から右はボディ、左からも今日は行く、ちょっと1分、距離を取ったら豊か、大阪のスタイル、左で飛び込んでボディを取られています。まもなく残り40秒、試合は第2ラウンド、今も突入する豊かのスタイル、距離感などどうなんでしょうね、佐藤さん、この辺り、ボディ、ユニフォーム、2番の中盤ぐらい大阪のスタイルがいいな、詰まって上段の蹴りから膝、ちょっと豊かに蹴られてますけど、自分の攻撃に関してはちゃんとあの威力もあるところがまだ打ててます。画面下がると膝も怖い、まあ、攻め手に出ている時は豊か、はい、いい攻撃出してます。スウェーバックにバックのところはボディ打ち、左は顔面へ、さらに右ボディフック、大沢のしなる攻撃があって第2ラウンド終了です。さあ代々木の K1 佐藤義博さん64キロ契約ですけれどもね、こちら赤コーナーカメラ捉えています、大沢から振り返っていただきましょうか。そう、体の強さが2ラウンド目若干出てきたなって思いますね。技のスピードとかは豊かの方が上なんですけど、はい、体の圧力とかは大沢の方がちょっと主導権を握っているかな、はい、若干ですけどね、大きなダメージはお互いないですよ、ここ右、はい、これいいですね。どうでしょうね、豊かに打たせてある程度判断してからってことなんですか、カウンター気味に全体で、まあ、大沢ぐらいクレバーな選手だったらそれも十分あり得る作戦ですよね。さあ豊かサイドどうでしょう、豊かはまだ攻撃自体は全然死んでないんで、そのままもう左のロングフックですかね、やっぱり、うん、まあ、大砲一発ありますもんね、そうそう大砲があります、はい、まあ、それからパヤックレックという二人三脚切磋琢磨がありました。昨年は2人目のお子さんも生まれて俺まだ頑張らなきゃというのが豊かです。お互いミドルキック、最終第3ラウンド、階級を上げての豊か、青いグローブ、大キック、左には右アッパーは空を切っています。さあ大沢はまたじりじりと右に寄って自分のペースつかむことができるか、サミのパンチから左に向かっていく、前蹴りがない大沢、いろいろ喋ってますね、ともに相手回転力を変えたりするといいんですよ、緩急をつけていたんですね、まあ、それ見せて飛び込みは、まあ、豊かなんですが大沢が距離を取る、ガードが高い、やや左に回ります、行けよという声、豊かサイド方向性にして左に動く大沢、
ボディ打ちもガードするか。ここは早めのブレイクです。さあ開始から1分経過、最終第3ラウンドです。佐藤さん、展開としてはどう映ってますか？前回は今ちょっと距離がお互い潰れちゃったので、はい、リッチが今良くなってますね。どちらが思ったような攻撃を当て込んでいけるか。こう打ってたパンチが前のめりだったとすると、こうやって組んでいくパターンが多くなります。今ちょっと分岐点こなってくる可能性ありますね。練習のやつ、練習のやつ、パンチのモーション、残り1分半、大沢が圧力、さあかけ返すか。ユタカリング中央です。ユタカ結構この集中力とか消耗してる可能性ありますね。ああそうですか。何でもいいよ。してなんてこともあるか。右福岡さん、離れ際注意しなければいけません。ユタカ、まもなく残り1分です。左ミドルキックから右ボディフック。大沢のグローブごと投げるようなパンチ、ボディいいですね。全体重持ってます。おお、そうですか。得意の攻撃、全体重乗せて豊かなパンチはいつ爆発するか。お互い体重乗ってるから、やっぱ組は多くなってますね。勝負だよ、勝負だよ。組もあって、その後突き放していくか。大沢もう一発、まあ綺麗な軌道も描いていきますが、豊かがなんとか距離を潰すようですね。残り30秒、さあ間合いはどちらでしょうね。この辺り、この右、お互いの距離ではないですね。はい、あのいいところ当たる、はい、お互い潰しちゃってる。なので右ハイ、なんとか一撃に当たる、振って右のストレートへ。大沢一発欲しい。しかしスーパーマンパンチ気味のモーション、豊かも、いやでかい一発が欲しいのは同じか。ここで試合終了です。勝敗は判定に委ねられます。佐藤さん、まずざっといかがでしたか？そうですね、まあ、最終ラウンドはこのお互い、まあ、消耗もしてるのもあって、はい、波の展開が多くなってしまったなって感じですね。はい、まあ、気持ちがお互い流行っちゃったかな。まあそれを踏まえてのジャッジ、はい、どんな風に捉えられるかですね。両者中央、判定結果を発表です。ジャッジ西村30対29、赤大沢、大沢1票。ジャッジ岡田30対29、赤大沢、やはり大沢。ジャッジキム30対29、赤大沐。以上、判定3対0、勝者大沐文也。豊かを下したのは大沐文也です。さあ佐藤さん、また改めて印象からいただきましょうか。急な試合だったんですけど、まあ、お互いしっかりコンディションを作って、はい、リングに上がってくれたんだなと思います、ね。はい、大沐その中でもこの階級差もありながらですけど、まあ、こう自分の体の強さを生かして勝利を得たと。はい、まあ、本当にこう豊が戦いづらいコースっていうのを描いて見せていたような感じがしました。そうですね、まあ、立つ位置だけでもディフェンスってできるんで、まあ、このもうそう見えないディフェンスですもんね。はい、そこはそうですね。まあ、そこを老快にといいますか、はい、きっちり捉えて、まあ、決意の戦いでもありましたね。はい、またその坂間かなむさんの名の入った T シャツをまといます。まあ、本当に弟分のように可愛がっていたということですね。さあ大沢がこれで56戦目でした。長くなりましたね。そうですね、もう大ベテラン、本当に2009年デビューですもんね。まあ、豊選手のこの階級での戦いぶりっていうのを一言いただきましょうか。あのパンチのキレとかスピード落ちてないんで、まあ、いけると思うんですけど、でもここで上の階級を経験したことでまた下の階級に戻った時に、ね、はい、楽に感じると思うんで、まあまあ、どちらで戦うにせよ楽しみですけど、ね。はい、そうですね、パンチ魅力的、さあそんな戦略であったりしのぎ合い、目立つ戦いとなりました。制したのは大沐文也です。気持ち見せろな。